イエラ類は、軟体動物門複足工事か複足アコーアペガストリポダカズナに属するグループである。分類階級は、イエラウアメとすることが多いが、他方では、イエラアコウや、イエラメとすることもある。複足類は、巻貝の仲間であるが、イエラ類には、ウミウシ、アメフラシ、クリオネ、ナメクジなど貝殻を失ったものや、失わないまでも極度に退化し、小変状になったり、 体内に埋没したものが多くいる。心臓は、イエラ類と、イエラ類に近縁な神聖副足類のみが一心房で、他の副足類は二心房である。大部分は、内臓神経の交差がない自家神経型である。ただし、アトエラ類の一部に例外があり、他の副足類と同じ霊神経型を取る者も,もいる。陸生のものは原則として、他の陸生貝類のような蓋がなく、 粘液の膜で貝殻の口を閉じる。ただし、元岩類の一部は蓋を持つ。複足類は古典的には23に分されてきたが、このうち前菜類が側系統であることは古くから示唆されてきた。そこで、アトエラ類、ユーハイ類と前菜類のうちこれらに近年内仙類とからなるイエラ類が提案された。アトエラ類、ユーハイ類、セン類は以前は イエラ城目内の目とすることもあったが、アトエラ類、ユーハイ類は、おそらく単系統でないので、分類体系では、正式には使わず、かつて、これらに含まれていた目を、イエラウア目の直下に属させることが多い。目レベルまでの分類を上げる。ブッセアンドラクロイ2000より一部変更。ただしブッセアンドラクロイは異線類と。 アーキテクティブランキアを認めず、所属目不明の原始的なエラ類としているが、ここでは、その措置は採用しなかった。系統上の情報は、グランデ・トール2004によるミトコンドリア DMA の解析、クラスマン、コールブ・エトール2008による核遺伝子の解析などより、アトエラ類、ユーハイ類、一線類に分けたが、アトエラ類、ユーハイ類は単系統でなく、 便宜上の分類に過ぎないことに注意。海ウ牛ウ、アメフラシなど。カタツムリ、ナメクジなど。ハを持ち陸リ貝殻が成長過程で陽性格から高性格になるときに、左薪から右薪に反転すること宣言症が起こる。ABCD グランデ、クリスティーナ、エトール、モレキュラーファイラジニオブユーサイヌラ。 モル、バイオール、EV21、303から313、http コロンスラッシュ <org> スラッシュ m b e o x f o r d j o u r n a l s o r g スラッシュ cgi スラッシュコンテントスラッシュフルスラッシュ21スラッシュ2スラッシュ 303ABCDFG クラスマンコールブ、アネットエトール From Sea to Land and Beyond, New Insights into the Evolution of y u s a n u r e n Gastropida, BMC Evolutionary Biology, 57, doi,10.1186,14712148857,http:/www.biomedcentrnl.com/.1471-2148/.57、e, ありがとうございます。